マミヤ、お前に話しておきたいことがある。今までずっと言わなかったが、俺はお前が俺のメサイヤでよかった。ありがとう。ペルシャ、お目覚めですか？すまない、遅れを取った。もうすぐ増援がやってくる。こいつの始末は俺に任せて。そうか、では頼んだぞ。ショートヘア。ショートヘア。そう、それが俺のコードネーム。俺はクアンタムキャットの構成員だ。嘘だと言え。嘘だと言ってくれ、マミヤ。ごめんね。本当のことなんだ。有賀は？銃弾による損傷は激しいですが、意識は鮮明です。そうか、ショックを受けている暇はない。身内の不始末は身内で片をつける。今は残った核兵器の回収が優先だ。はい、俺もこの作戦に参加させてください。有賀。このまま引き下がるなんてできません。あいつの不始末はメサイヤである俺が片をつけます。僕からもお願いします。わかった、許可しよう。五条無事か？敵の行方をつかみました。敵は九州特別公安区に向かっています。九州？おそらく奴は船で核兵器を海外に持ち出すつもりです。なんだと？残りの核爆弾の行方が分かった。え、やつら船で海外に運び出すつもりだ。わざわざ苦労して日本に持ち込んだ核をか？いや違う、やつらの最終目的はここ日本で核を爆発させることじゃない。え、東アジア全てを巻き込んだ核戦争を始めることだ。まず国内で核を爆発させ、国民の再軍備を求める声を煽る。作戦は次の段階に入った。日本から持ち込まれた核兵器は、ワールドリフォーミングが制定された後も、過去のいさかいの消えない隣国で爆発する。そうなれば隣国も黙ってはいない。我が国と隣国は、アジア全てを巻き込んだ戦争状態へと突入する。戦争をしたい者はたくさんいるということだ。ワールドリフォーミングによって世界中で眠っていた兵器たちがアジアに流れ込む。それこそが目的だ。行こう。この欺瞞に満ちた世界を終わらせるために。クアンタムキャットのバックについているのは戦争をやめたくない奴らだ。そんな奴らが政府の中にもいるってことだ。人の命なんだと思ってんだよ。この件には政府も絡んでいる。久保寺を拘束したくともこれまでのように許可の出る可能性は低い。お前はどうするんだ？決まってんだろ、ぶっ潰す。でも許可は。思い出したんでな、俺が誰なのか。
俺も行く。この首捨ててでも捕まえてやる。俺が公安4係にいるってことはそういうことだ。俺の昔の相棒もそうするはずだ。俺は正義を守る。分かった、久保寺を抑えるぞ。この情報どこだよ。匿名だ。だがおそらくは別に正義の味方を気取るわけじゃないけど、あとは頼んだよミスさん。正義の味方って柄じゃねえだろ。だが俺が俺であるために。シクラだ。ミスだ、あんたの力が借りたい。出かけるぞ、ついてこい。俺たちも九州に。そこは私の戦場ではない、白崎たちに任せておけ。じゃあどこに。あ、おい、出港まで時間がない。正面から乗り込むぞ。アリガ、マミヤはお前に任せる。過去も今もちゃんと決着がつけられるといいな。ああ、行こう。行け、アリガ。そこをどきたまえ、フライトの時間が迫っているのでね。どこに行くつもりだ。国外とだけ言っておこうか。そいつは無理な相談だ、諦めろ。久保寺刑事、お前を逮捕拘束する。証拠もなく何度逮捕しようが同じことだ。私には政府高官のご友人がいるのだよ。試してみろよ。この命令はもっと上から出ているんだよ。国防のためという名目で再軍備を叫ぶ政府内の一派がテロリストと結びつき、今回の一連の事件を起こしました。これを発表すれば一大スキャンダルとして総辞職は免れません。ですがこのまま手をこまねいていれば確実にアジア全土を巻き込んだ戦争へと発展します。命を賭してこの国の行く末を守るのがあなたの仕事だ。政治生命をかけて事態の収束にご尽力ください。まずは首謀者の拘束、関係した政府高官の罷免、ご命令を総理。観念しろ、お前にもう後はない。簡単に捕まると思うか。このぬるま湯に浸かりきった世の中を守る意味がどこにある。国民はバカばかりだ。平和にあぐらをかいて自分の権利ばかりを主張する。殺すな。そんな国に未来があると思っているのか。ああ、確かにお前の言う通りだ。だがそれはお前の決めることじゃない。戦争は世界の意思、誰にも止められんぞ。何度私を拘束したとと同じことだ。いずれ他の誰かが現れる。同じことを繰り返す。その時は俺が止めてやるよ。行くぞ。それが俺の革命だ。マミヤ、
どうしてだ。話したことあったよね、俺の戦争が始まった日のこと。ワールドリフォーミング調印式典のあの日、俺が顔を見てしまったテロリスト、首謀者の堤拓也、実行犯の堤礼二。堤礼二を殺したのは復讐か。なぜ自分の両親を殺した男の組織に入ろうと思った。きっと話しても理解できないよ。教えてくれ。嬉しいよ、アリガ。君が俺のことに興味を持ってくれるなんて、自分のメサイアのこと知りたがってくれるなんて。答えろ、ナミヤ。俺は堤礼二を殺しに行った。そこに天音ってやつがいたのは計算外だったけどね。あの時堤礼二にも同じことを聞かれたよ。お前、君が私を殺しに来たか。君、クアンタムキャットのメンバーだね。ショートヘア、それが俺のコードネームだ。目的を聞かせてもらえないか。君たちは何をしようとしている。この日本を核の炎で焼き尽くす。そうか。いい加減にしろ。やつ近っ。言っただろ。さあ行くんだ。私はここで君に殺されよう。その代わり君は彼をクアンタムキャットに招き入れてくれないか。彼はとても堤拓也に会いたがってるんだ。いいだろう。ところで君、あの日式典でバイオリンを弾いていた少年だね。あの時お前は堤拓也の命令でテロリストたちを率いて大規模テロの指揮を取っていた。その通り。あの時の堤礼二は父の言いなりになるしかなかった。言いなりかどうかは知らない。それで俺の両親は死んだ。今日私を殺しに来たのは組織の命令だけというわけではないようだな。面白い。恨みがある。恨みがあるのになぜ堤拓也の下につく。殺したいほど憎い男だよ。